やばいな今日。もしかしたらタイが多い。タイの方がな、ちょっとやっぱり稚魚より強いねん。サナギのかけらを1個入れたろ。やはりサナギなのか。ここもベタ底で勝負する。わずかに抑え込んだ小さな当たり。これ何かわかる？あいごえ。まあまあでっかいのはおるやんか。海の中はかなり賑やかだ。どうも。あ、こんにちは。太郎さん、えらい忙しい時すみません。いえいえ、暇、暇ですよ。親しげに話すこの方はメガフロートサスケアの三浦さん。今日はあの100回記念なんで、防波堤から落とし込み釣りで稚魚を手でっていうのはそれね、うん、番組では過去2度お世話になり、ビッグな節目となった第100弾ではゆったりのんびり釣り堀を楽しませていただいた。ふう、はい、すんません、ありがとうございます。すごい、うわ、こんなん入ってるんですね。まだ大きい、これより、はい、かー、すごいわこれ。大きいのを揚げたてくださいね。はい、もう頑張ります、頑張ります。よし、葉っぱかけられたから頑張ろう。そう、ここは山本のホームグラウンド。笠間浦の船長さんたちは皆昔から深い絆でつながっている。今のはそこやったかな。そこやな。コーンの四つ出しで宙切り。イメージ的には5メートルほど上だ。軽い。またしてもマダイ。見てて分かるやろ。よっしゃ、どう攻めだろうか迷ってんねん。まあいろいろやってみるわ。そこでも中でもタイって感じですよね。うん、どうやってもタイやわ。ちょっとプラスしたのか、プラスな、今度は。まあでも中切りはね、外されへんっていうお話でしたけど、うん、どんな攻め方、まあ、展開を予想してはったんですか？まあここの並びのパターンでずっとやっぱり考えるんで、この並びのパターンやったらそこへ降りたり上へ上がったり、それ時間帯なんかちょっとその潮位なんか分からへんけど繰り返すから、うん、大体まあそこ6上4っていうような感じやから、まああるいはそこ7上3とかそれぐらいの感じやから、まあそこで釣ってしばらくそこがあかんようになったらまた上も釣ってみてっていう、そのまあ切り返しの見極めというかな、うん、まあ午後になってどういう感じになってくるかやな。まあこのところ稚魚はやっぱり午後からの方が多いと思うんで。さあ、うん、おおおお、ほらぽいんちゃうか。よっしゃ、手応え。ありゃま、今のぽいかったけどな。なんで外れんねや、もうほんまに。プラスアルファしていた分、即座に立ち上がって親の敵のような合わせ。完璧な流れに見えましたけどね。あ、針先舐めてるわ。まあタイかチヌかどっちかやけど、首の振り方がチヌっぽかったように思うねんけど。
もうちょっと待ってもよかったな。仕掛けを整えながら高ぶった気持ちを落ち着ける。手応え的にはまあまあもう40後半とか50、55位の感じの手応えだ。よし、もう一回同じ手で。刺し絵は勝丸さなぎの二個掛け。今のタイやったらええのにな。タイやったことにしときましょう。くそ、ほんま。針先が舐めるって。プラスアルファは竿一本半といったところだ。何気にやってるやろ今。何気にやってるけどな、はい、でもほんまは ここがまあ運命の分かれ道というか、あのそれらしいのバラした後しばらく当たりがないまま、このままダラダラとやってるともうなんか終わっていってしまう。それをどう呼び戻すか。だからそれを僕ずっと考えながら今やってる。すぐに入れるべきか、まあ置くべきか、うん、あんこの殻打ち一発しはった感じですね。一発入れてちょっと気を落ち着かせて。それはプロ野球の投手が見せるグラウンドさばきのようなもの。間合いやリズムを崩したままではやられてしまう。よし、行くぞ。果たして流れを取り戻せるのか。触ったらでかいと思うよ。さなぎ3つさせる。焦るやろ、当たりがないと。分かれ道や言うてんのに。だけどここで焦ったらあかんねん。ペース乱したらあかんねん。もう次上げてなんかこう打ち返したくなんねんけどな。きちっと自分のリズムは守らない。釣り開始からおよそ4時間が経過。まあ中型とか、まあ、40センチ 前半ぐらいまでやったらもう割と早めやけどな。ただやっぱりそんな中でも大きいの狙おう思ったらやっぱりあの餌もそれなりにボリューミーにせなあかんし、うん、そうなってくるとやっぱりある程度間は取らへんかったら、うん、やっぱりリズムが大型の死ぬのリズムが全然違うんで、多分割れて早い段階で当たってくるのはそんな起きないと思うよ。絶対ではないけど。イメージするのは団子が割れてから 4、5分後。それまでの間餌取りをかわし本当たりを見極めるのだ。ここはな、この周辺はその合流点やから、 あんまり下を動けへんかったら上だけこうさーっと流れていったり、もう大体こう入ってくる潮と出ていく潮が多いねんけど、ここはちょっと斜めに振るな。太郎さんから見て斜め右こうやな、ずっと、うん、あのさざら浦方向へ。宙切りに反応あり。答えもまあまあだ。いや、これはコーンの中切りできたけどな、まあ、
首の振り方がまだおかしいな。これもマダイ。どんぐらい上でした？今の 3,4 メーターぐらいまで行ったんちゃうかな。下からもう一回宙切ったろう。もう一回宙切ってあかんかったら今度はプラスやな。トントンしてもあかんし、こういう時あんねん。タイばっかりの時。お、なんか触りよる。おお。ああ、まだタイや。なんか触ってるって言うたら、その後クーッと押さえていったやろ。5匹釣ったからもう諦めて。プラスやな今度はな。完全に宙切りは封じられたのか。午前中に一つ二つ取っときたかったんけどな。まだ午前中や。竿1本半ほどプラスアルファ。下底勝負に打って出る。あとチャンスがあるとするならば夕間詰めかなという。うわどうだ。お、タイっぽい振り方やな。それもちっちゃいわ。あ、チノです。やりました。本命です。やりました。よっしゃ本命。おーおーおー、コーンいっぱい食ってるわ。やりました。新米目。もうちょっと大きいのが来るはずやってんけどな。チノですわ。でね、一発お見舞いしとくわ。気持ちはすでに次なる一枚。山本は足止めの団子を欠かさない。来ましたやんか。プラス 1.5 やったね。 1.5 本、うん、さなぎ2つ。群れで回遊する銀ピカの魚体、連チャンの可能性もありそうだ。どうやって釣ったのか、どうしたら釣れるのか知りたい方は釣りビジョンクラブをチェック。クラブ会員にはもっと釣りが楽しくなるスペシャルな特典が盛りだくさん。釣りビジョンクラブ。